はい、やって。これもタッチとコントローラーで遊べる。なんかこれも無料なんだけど、スマホにあるやつ。ちょっとアレンジしたらしいんだよね。遊びやすくなってるらしいよ。似たようなゲームあったよね、俺が好きな。練習だ、3つあるんだ。敵と人間とお金。まあ考えずとりあえずやってみたら。レベル3作れ。遠くね。あ、感じた。2と2がくっつかないと3になんない、うん、お金作って回収しちゃえばいい。あ、そっか、ここに来んのか。あ、レベルが同じやつじゃないと金回収できないのか。もう分かんなくなってきた。そう、一旦やってみろってとりあえず。音とか違うから。前やったやつと、レベル3の人間ができないの。めっちゃ倒してる。あ、いけるじゃん。作ってよ、作ってよ。簡単に勘取りたんだよ。来た、3。レベル3の木パネルを設置。お金を合体させて。赤を優先的に潰してった方がいいのかな。分かんないけど。としては、で1と1組み合わせて2にして3だ。あ、音楽かっこいい。どんどん盛り上がってくる。 OK。 赤パネルが勝手に強くなって青パネルが。マジか、本当だ。ああ、レベル5来た。キー来たよ、キー。めちゃ強くなった。何、お前両手高いなったけど。すげえ、何、音までかっこいい。すごいかっこよくなった音。はい、4を作って、人間を強くしないと。ムキってなった。めちゃムキムキになった。すげえ、投げ倒しまくる。あ、邪魔だ。自分が邪魔になった。ね、お、もう倒せんじゃん。とりあえず1を潰していく方がいいのかな。パネル全然育ててなかったな。1じゃなく、1がなくなるようにしていけば。赤増えてきた。
わかんなくなってきた。離れてるダメだ。自分が邪魔になることもある。どういうか、全部動かない。宝箱とかやる。4。できるんだ。めちゃくちゃの感じになっちゃったけど、棒の上かも。録音のよくキパネル同士もつけてた方がいいんだろう。位置がなくなった方がいいんだよ、やっぱ全体で。なるほど。パネルはやっぱ優先に移動してたね。多分ね。なんかね、どうしたらいいか分かんなくなってきた。考えた。考えなしにやりすぎだな。6レベルの赤来るぞ。マジかよ。なんだあれでしょ。お前の行動しよかったんですよ。遠い。え、マルモ来た。はい、ちょっと来すぎだよ、いろんなものが。マル来ちゃった。困るよ。
切なくなった。めっちゃわけわかんなくなってきた。難しい。敵多くない？多い。敵倒しないで。ダメ落ちちゃった。頑張れ。チェ。どうしたの？くちゃくちゃなのかな？あーそっか、酸素ないから。あーそう、あそっか、こうすれば強くはなったけど。なんかもう一個できないよ。やばー、飛んできた。赤多いね。潰したくても潰せないんだよ。6が金取ってるよね。6が左から金取ってる。楽しい。あーそっか、そうなるとここがこっち来るよね。じゃあそうだよね。
瞬動かす、動かせるやつが光ってるんですよ。あー、そうなのか。それがなくなると終わりってことか。1個しかねえじゃん。1個しかそこら辺しかない。うわあ、まだまだ録もできてないのに。うわあ、厳しい、積んできてないかなり。あ、なんだ。あ、雷？何それ。作ってないよそんなの。雷やって。やってやって。私ちょっと数字苦手だからわけわかんなくなってきた。数字が苦手とかそういうことなのこれって。数字見るだけでダメになる。バン。最初はこんなに音が簡素あったんだね。バン。何を優先的に消していけばいいんだろう。わかんないです。でも赤パネルは割と優先的に消した方がいいんだろうな。それはなんとなくわかる。でもちょっと優先的に消しすぎた。何これ。何隠しパネルって。ピューって言ったけど。ちょっとお金だらけになって。豪華になった音楽が。レベル5のキパネル作ってみてよ。最初は1個だけ見たらいい。だけ派手な音がする。レベル10ぐらいになるとオーケストラみたいになるのかな、この音楽が。そこは金を消さないと増えないんだね。死んでひねりつぶしたレベル5のパネル。
あ、でもネクスト1だよ。やりたくなるよね。あとはダメなんだろう。全部かな。これ見たい。結果的に大体ためて、うん、全部全部のキパネルとは言ってないよ。大丈夫。スケアこういうアイテムあるね。なんかパッティング
レベル5、レベル5、レベル5、6にするだけで魔法が使える。この後黄色もダメ、本当は貯めた方がいいんだろうけど難しいね。よっぽど難しいよ。難しいな。もう訳わかんねえや。私もう邪魔だな。全然わからん。近くにあるのにね、もどかしいね。
そういうのはもらえないんだよ。敵倒してもスコアにはならないんだ。倒さないんだ。来た。おお。おお。神になった。最高レベルだ俺が。最高レベルを更新ってことじゃない？あ、そうかそうか、更新か。でも神っぽくはなったね。もはや防具いらないじゃん、逆に。全部赤消してた方がいいな、これ。こんな斜めだから。音楽が逆に簡素になったよ。どんな音としてんの？かっこいい。キュイーンって言ったけど。そうですね。なんでレベル7の敵はよ、ゾウさんじゃん。あー、遠かったね。一掃するのは難しいね。戻るとか、まあさすがいないんだね。どうしてもなんか勢いに任せてやりたくなってきた。面白いけど。楽しいんだけど後で詰まるんだよ。パネルはなくなっちゃうから少なくなっちゃうね。レベル6なんて難しすぎるよ。金を取るゲームでしょ。難しくない？超むずい。詰まっちゃうよね。そう。どんだけ強い人を作ったって結局お金を強くしないと意味ないんだ。
終的には。なるべくお金も消さないようにしないといけないっていうのは分かってるけど、難しすぎるな。雷は一回もなんだね。ハイスコアの鍵な気がするけど、あいつ。何ドラゴンじゃん。あっち。2と4入れ替わってほしいね。ノー、用意してないそんなの。本当はな。どうし、お金取ることすら精一杯なのに。
しいゲームだな。エチュードパズルって書いてあるからね。いや、これ難しくて私ちょっと無理だわ。多分パンクしそうだもん。半端な値作っても意味ないぐらいまで敵が強くなっちゃって、5だって弱いもんな。おう、でも 4作ることができるんじゃない？あそことあそこ合わせて3にして、こっちも3になるから、なんかうまい感じに4と4合わさって5になって、そっから6になるんじゃない？なかった。ここね。うわあ。何そのマーク。ゼルダじゃねえんだぞ。何その音。かっこいい。なんだよその音。英雄やばくない？残酷シーンみたいな音がするんだけど、私は無双してたいね。本当はいけないんだけど。難しい。笑ってしまう。
お金も人も作っておかないと。そうそう、レベル9は到達した。レベル5の敵が来た。レベル2の敵どこ行っちゃったんだよ。すぐやりたかっただけでしょ、絶対。だってこれ赤が近くに来るように調整しないといけないの。確かにな。待って、殺さなかったんだ。うまくいけば一攫千金。そうだよ、一攫千金も見てみたいよ。難しすぎるよ、レベル6のお金は。レベル5だってなかなか作れないのに。上に上げればここが隣同士なのか。
ただ合わせない。十分面白い。最終的に翼が入るんだから。ちょっと辛すぎるな。いけるかだってもう一個5を作って6にすることが。お金を育てるのが一番難しいね。いくらボーナスが用意されてるからといっても、最後じゃないこれ。何これ、ドクロじゃん。最後だろこれ。ギガゾンビみたいなの来たよ。
これ無理じゃねえか。マズゲンみたいな気持ちになってくるな、これ。かなりしんどくなってきたね。多いんだって種類が。本当だ。数の種類が多いよ今。ちょっとマズゲンすぎない？面白いね。上げたものを壊していく背徳感すごい。もう一個7を作って8にしないといけない。いけないんだもんね。もう無理だから。もう無理だから。金をゲットしていった方が。あ、でもなんか4ぐらいだったら作れそうだよ、それ。でもな、そうしてもな。諦めてきた。もう厳しいよこれ。あ、邪魔だな。どうやってここから6作るんだよ。全然わかんない。私それで敵が来るのか。
邪魔くさすぎる。A プラプラ、 A プラスプラス、すごいじゃん。やったね。あ、あ、最初からある。すごいね。もう達成目標。もう結構すごい思ったね。3000。最高3000だ。いや5000じゃないの。あ、本当。累計スコア。もっといっぱいやれってことか。そうだ。で、結構行ったよ、一回で俺。そうだね。パネルコレクション。レアは何なの？ 8 のやつ。ランダムに現れるってことかな。いや、無理だよ、これ。金、黄色が難しい。黄色難しすぎる。全部で10種類なんだね。上手い人はこれ以上作れるのかなって一瞬考えたけど。じゃあ、お話しよう。うん。最後に。強かったよ。